こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間です。2月の第2週は私、東大阪新聞の社長小野元博がキャスターをしています。今日は八尾で非常にユニークな活動をされています、共栄化学工業株式会社その社長の稲垣圭吾さんをお招きしました。こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。お願いします。昨年11月15日号で、このように、稲垣社長とこう、はい、ね、掲載させてもらいました。私が、まあ、自分で、取材させてもらったんですけども。ありがとうございます。インターネットを駆使して全国から受注と。はい、そして好きなことを趣味をテーマに商品開発しているということでね、はい、まあ、ちょっとその、御社、まあ、非常に創業66年ということで、そうですね、まあ、歴史のある会社なんですけどもね、まあ、さらっと会社のね、おさらいをさせていただきます。はい、共栄化学工業株式会社の、代表取締役をやらせていただいてます稲垣圭吾と申します。どうぞよろしくお願いします。私どもの会社は樹脂の平板加工をする会社でございまして、はい、私で3代目になります、はい、で3代目になって、まあ創業者、2代目のこう後を継いでやるっていうことがあったんですけど、ちょっとちょうどその、まあ、景気の波に押されてですね、うん、なかなかその今までお仕事をいただいてたところに受注できなくなったということで、でまあいろいろそれいつ頃、まあ、3代目社長に就任されたんですか。16年前なので平成14年ですね。平成14年、はい、もちろんもうバブルが終わって、終わってますね、はい、そういう低迷期の時にどうしようかと、はい、結構苦しかったんですか。まあその時その時にそのいいそのお客様に出会って、お仕事をいただいてたんですけど、その当時のやり方っていうのは9割ぐらいお仕事を一社に依存するというやり方でして、それは厳しいですね、はい、まあ昔の商取引ではそういうのもすごい良かった時代っていうのは多分あったと思うんですけど、まあ私どもはそのやろうってなった時に、まあ、そういう会社はなかなかなくてですね、でまあいろいろこう、まあ、飛び込み営業したりとかこういろんなことを飛び込み営業やってました、やってました、もう何にも分かれへんのにやってましたで、もう飛び込み営業したのはいいんですけど、はい、行った先で喋れないっていうその加工のこと知らないから、まあなるほどなるほど、すごい困りましたね。そうならまあその継いだ時は、まあ、営業は営業のこのねことはしてるけども、その内容があまりお分かりになかったという。いや実はその営業したこともなかったですし。あ、そうですか。製造業は全く分からないですし、で経営も全然無知もいいとこで何一つ分からない。ちょっと元言いますけど、その社長業をやる前は何されたんですか。はい、僕はガンバ大阪っていうところで、はい、アカデミーのアルバイトコーチをやらせていただく、はい、全く畑違いですね。全然違いますね、はい、この樹脂加工ね、はい、平板の樹脂加工の、まあ、仕事の社長になるんですけども、大体、まあ、そういうところで、ね、修行して、他のそういうところで、はい、会社で修行してやるのが、まあ、通常だと思うんですけども、全くガンバでサッカーやってたんですか。はい、全くもう思いもよらなかったたんで、一回も思ったことなかったんですよ、その継ぐと、継ぐということ。もともとその、まあ、先代が私の父親だったんですけど、はいはいはい、まあ、懐刀といいますか、はい、すごく大活躍されてた専務さんが、はい、僕もなんか小さい頃からお世話になってた方なんですけど、はい、いらっしゃいまして、まあ、業界でもその社内でも、まあ、あとはあの方が継ぐやろうっていう風になってたんですよ、うんうん、ところがその、ね、ちょっと病に倒れられまして、ちょうどその会社が傾いた時と同じ時期ですねに倒れられて、でそれでこう後がないっていう風な
本当はその方がこう専門的に やっていただいてよかったんですけど、まあ、その方でしたらその女子加工の、はい、まあ、内容もよく知ってるし、もちろんです、何十年っていうベテラン で営業も分かってるし、分かってるし、もう業界でもかなりその顔が知れてる方だったん でその方がまあ病に倒れて、まあ、社長をこう引き継げなくなったと。そうですね。で社長が やると、それはまあ、いややるって全然言ってないです。言ってないです。で頼全然言ってないですけど。お父さんが頼まれたんですか。いや頼まれてないですね。あ、そうですか。そんなこんなやつにって思ってたと思うんで、全然頼まれも何もしてないですけど、その当時の社員さんに頼まれたんですよ。はい、その中で働いてる方が。そうです。はい。なんとか引き継いでもらわれへんかっていう。尋ねてきはったんですか。そうです。まあうちの父はもうどっちかというとこうオーナー僕の置いてましたんで、うん、もうあの全て専務さんが仕切ってましたんで、なので今からじゃあやるっていうのにはもう遅すぎる年齢で、はい。そしたらその社員の方が、なんか社長とか、まあ、その頃まだ社長じゃないけど、あのサッカーされてる稲垣さんのところに訪ねてこられて、まあ、こういう状態なんで会社を引き継いでくれと。そうですね。すごいですね。いや、僕だからもうアルバイトコーチやったんで、はい、そのまあでもそっちの方行きたかったでしょ。ガンボの仕事だけでは飯食えなかったんですよ、はいはいはい、なので、まあ、当然アルバイトコーチっていうのは、うん、そういう時間契約ですので、はい、まあ、他の仕事をやってもいい、それを合わせ持ってやっぱり生活成り立たして、本当のプロ契約に目指すっていうのがアルバイトコーチなんですけど、 なるほど。なので私もだからそのアルバイトをやってたんですけど、あ、その今の会社で。そうです。だからそのうまいこと都合よくそのなんていうんですか、一番中途半端な時間にサッカーのスクールがあるんですよ。その3時から、はい、まあ6時までなんですけど、はいはいはい、ということは、2時ぐらいから、まあ、クラブハウスを出てそこでやるんですけど、じゃあ1時に行っとかないといけない。で後ろの方は、まあ、ユースまで行くと9時ぐらいまでになりますから、はい、でそうなってくると夜しか働く時間がない、はい、で、まあ、競泳科学で、当時私がガンボのコーチやってた時はすごく忙しかったですね。で夜その機械を回す仕事とかもありましたんで、夜だから10時から6時までとか11時から7時ぐらいまでっていう、まあ、夜勤っていうのを機械を回す夜勤をやらせてもらってたんですよ。だからそのすごく融通が効くというか、まあやりやすかったです。そうです。僕らがその事情に甘えてやらせてもらってたっていうのが、全く関わってなかったということでもないんですね。そうです。いてたんですが。まあ、はい、その中の社員さんが、はい、でもそれを白羽の矢を、社長お願いしますと、息子さんでやる。なんでか分かんないですけどね。聞いたことあります？その方に。いやー、分からないです。だからその、そうですか。こう、ね、はい、締める方向に、まあ、言ったら廃業とか、あ、はいはい、まあ、多いですもんね、黒字倒産ね。そうです、そうです。廃業ね、 それはまだ可能性としてはあったので、うん、そうするとやっぱりその、ね、社員さんもやっぱりうちの会社に、ね、せっかくかけて来ていただいてますから、うん、でそれは困ると、うん、まあ、言ったらその年齢的にもその再就職がやっぱりしんどいと、うん、しんどいじゃないですか。その当期景気全然良くなかったんで、今までみたいなね、うん、売り手市場というんですか、うん、どこでも雇ってもらえるっていう状況っていうのは全くなかった時ですね。小泉さんの時ですかね、平成10年の、ね、あ、そうですね、ちょうどそうですね、うん、まあどん底からはちょっと良くなってたかもしれないですけど、まあ、それでもまだまだ就職難の時代だったんで、うん、はい、まあ声かけてもらって、結構悩みましたよね。そうですよね。そうご家族にも相談されましたか。しました。でも家内には、
まあ、何のためにそれやってるのかっていうのをちょっともう一回考えた方がいいんちゃうっていうふうに、まあ、冷静には言われましたけどね。まあ、ただ僕も、まあ、この会社に育ててもらったようなもんですから、なんかなくなるのってちょっとこう自分声かかってなかったらよかったんですけど、なんか、まあ、声かかったらね、もうほんまにね、やめといてよかったです。いや、おっしゃいました。それでまあ、そういう中でいろいろ、で一番のその売り上げを上げるきっかけになったのがインターネットを使われたということなんですね。そうですね。とにかくまあ本当に素人、ズブの素人当然ですからね、営業したこともないですし、その経営もわからないし、工場のことを、まあ、いわゆる製造原価って何っていうのが代表なわけですから、とんでもないじゃないですか。はい、じゃあやっぱり会社ってやっぱあらりがないと事業って成り立たないんで、まあ、そうですね。その辺のとこから勉強しだして、でお客さんをね、呼ぶのにそのマーケティングが必要だっていうのは、はい、まあ、その当時いろんな本を買いあさって読んでました。はい、まあ、でもそのインターネットという武器を駆使するね、できたら良かったですよね。そうですね、ちょうどいろいろその、まあ、当時はそんなにセミナーもなかったですし、でお金かけてそのセミナー行ったりとかするのは、まあ、時間ももったいないですし、まあなんとかなれへんかなと思ったところがやっぱ本がいろいろあったんで、まあ、ドラッカー読んだりとかね、だからいろいろ勉強の時期なんですね。そうですそうです。で今非常に今、急成長ねされて、はい、私も御社にお伺い何度かさせてもらったんですけどね、その自由なこの雰囲気がね、で、はい、なんかある意味学校のクラブ活動を皆さんがやってるような雰囲気があるんですけどもあれはやっぱり社長はそういう意図してそういう、でもう一つ会社の中で運動部っていうのを作られてますよね。はい、最初お名刺見た時に運動部って会社にそのクラブ活動してるのかなと、はい、これはまあいわゆる子会社なんですね。はい、で面白いんですよ。そのいろいろこうブース部屋を与えてね、はい、それぞれまあ独立、まあ一人親方のようなやり方をされてますね。あるところはこう夫婦でね、T シャツを作ってたり、あるところではこう小さなこうフィギュアを作ってたりね、ああいう発想は どこから来たんですか。まあもともとメーカーだったん で、はい、で2代目の時に受注生産を入れ出して、はい、で私の時に、まあ、インターネットもういろんなことやってやることなくなったんで、そのインターネットやったところがやり始めだったので、はい、うまく当たって、で、まあ、2時間で見積もりするっていうのがすごい当時センセーショナルやったんですよ。そう、まあ、町の加工屋さんが2時間で見積もりを出してくれるっていうので、はい、まあ、ネット上ですごく話題になったというか、利用していただけるお客さんがすごく多くてですね。普通はその見積もりっていうのはどれぐらいかもう 2,3 日待たされるのが当たり前みたいなところで、町工場だと、でうちも町工場なんで、はい、まあ、そういうスタイルでやってたんですけど、だから2時間に変えた。だから見積もりしてくださいって言うとこう、はい、ファックス流したりとかしても、はい、待てど暮らせど上がってこないんですよ、町工場って。あ、でもう無理やと、もう間に合わへんと思って電話したら、あでもう機械音が聞こえる中でね、あ今やろう思っててみたいな感じでちょっともうちょっと待ってくれへんでウィーンってこう電話口で聞こえてるんですよ。まあそばやの配達みたいなね。そうそうそう、うん、ほんでまあ、ようやく出てくるようなことだったんですけど、それをまあ何の取り柄もないっていうんで、まあ、うちのスピードそうそう常務が2時間で見積もりしようかと言ってやりだしたんですよ。ただ単にインターネットを出したわけじゃなくて2時間で見積もりあげます、
それが大変やったんですよ。その受けた、受けて注文あった、そのいっぱい見積もりの、要はその問い合わせいっぱい来るんで、その一軒ごとにこう何ですか、あの台所の中のタイマーありますよ、はいはいはい、料理の、はい、あれタイマーこうポン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 とこう貼ったって全部だから2時間とか、はい、いやタイマーしてビビビビなってるんですよ。もう最初も必死でも、でもそれでもクリアして、いやクリアできなかった最初、もうなんとかやってましたけど、ところがその1日、まあ、1件とか2件とか見積もりの件数っていうのが、まああの普通ね、あの町工場やったら普通なんですけど、うん、それがだから今は月400件ぐらいですね、見積もりが、はい、それでも書いてないやつもあるんで、もっとありますけど、驚異的ですね。そうですね、あのまあデータに残るのが400件ぐらいですね。リピートのお客さんで150とか、あとは新規のお客さんが、やっぱりそれは、はい、その、まあ、値段もさることながらスピードで勝負したんですね。いろんな勝負の仕方がありますよね。そうです、スピードです。安いとか、うん、量が多いとか、うん、いやありますよね。サービスがいいとか、まあサービスのその中でスピードのサービスをされて、そうですね、もうこれ以上値段を下げれなかったんで、あ、はい、もう直接やらせていただけるっていうので、まあそれまでは間に何社か買ってたんで、あ、なるほど、はい、それも取っ払って、取っ払ってっていうか、もう いてないですから、もともとインターネットそうですね、そもそも直接、そうですね、ですごいタイミングが良かったと思います。そのインターネットの普及によって、そのまあ決済賢者の方がもう40代後半から30代後半に移ったりとかして、まあ要はそのインターネットで何かをしようっていう、その大きなこううねりっていうんですかね。でその後に来たのがやっぱりスマホですよね。ガラケーからやっぱりスマホに変わったっていう、まあ、そこにこううまく今は噛んでるような感じですね。でそういうこう前にね、あの自流に乗って、あのそっからあれですか、この、各部署別にしたんですか。そうです、あれ面白いですね。なので、ね、いくつあるんですか部署今。まずどんなのあります？まあ私やってるアクリル運動部。アクリル運動部ですね。はい、はい、アクリル運動部っていうのがまあ法人化してまして、その次はあのトミさんの工房。トミさんの工房。これはあの食品サンプルの体験をやったりとか。そうそう、たこ焼きとかね。はい。最初は食産の体験だけやったんですけど、今はもうだいぶいろんな方向に広がってますね。なるほど。で、まあ、お祭りグッズを扱ってるお祭りグッズ、ね、ところがございまして、で、まあ、社内ベンチャーで、まあ、新しくこう、うち の新しく今年役員になったところが立ち上げた会社があるんですね。でそれがオプションっていう、オプション T シャツとか、あ、T シャツね、そうです、プリントする会社なんですけど、はいはい、あの八尾 の, あの河内温度の、はい、あのね、ギネスの、そうです、そうです、ギネスのあれもプリントそうですされましたね、はい、たまたまなんかお声かかって、はい、私もあのギネスにそうそうあの出たんですよ。それだからあの商工会議所に納めてるということで、はい、行かなかな思ってるんですけども、観光協会さん、あ、観光協会の方ですか、はい、はい、観光協会ということは商工会議所の中の八尾市観光協会なんで、まあ、八尾市の改革団体ですよね、あの近鉄八尾駅のすぐ下に、あそこで販売してます、はい、ある観光協会さんですね。私もあれですよ、そのギネスのね証明書をいただきました、うん、はい、いただいたというか、あれすごいですね、購入したというか、かっこいい、あれかっこいいですわ、うん、すごいなと思って、でそのやっぱりT シャツはいいなと思いましたね。ありがとうございます、ね、はい、でまた、あ、T シャツでしょ、はい、あとはあとはまあいろいろやってるんですけど、まあ、あのアクセサリーやったりとか、アクセサリーとかね、はい、要はその何て言うんですか、あの製造業って仕事さえあれば、はい、もう本当に素晴らしい、なんていうんですか、業種というか、
だと思うんですけど、仕事ない時っていうのはどうにもできないんですよね。儲けるだけやったら、まあ、そうですね、はい、やっぱり景気の波にすごい影響されますし、でまあうちもご多分にもれず、やっぱりそのリーマンの後っていうのは、はい、えらいことがありましたし、あの今はやっぱり景気がいいと思うんですよね。そのまあオリンピックに向けてのビッグイヤーというか、来年はもうね、東大阪でも、ね、あのワールドカップが、ラグビーのワールドカップありますし、まあ、そういうところにこう挑戦していって、いろいろ細分化させてるんですね、はい、だからそれが景気のいい状態っていうのがやっぱあるんですけど、うん、やっぱりなくなれば当然その他に何かを持ってこないといけないわけですし、でそんな中でやっぱりあの製造業ってやっぱその何て言うんですか、自社商品というか、はいはい、新しい自分らのブランドっていうのを作っていかないと、やっぱりあの自分たちでこう自立していくっていうのが、うん、あの絶対必要なんじゃないかなと思って、どんだけそのね売り上げ上がってたものを言うたら、リーマンだとこうシャープさんがね、要はテレビの生産を一時2ヶ月ぐらいやめた時あったんですけど、その時すごかったですよ、バタバタバタってこう、その波及効果がね。で松下電工は東京に行った時はもう松下ショックで、あ、はい、本当にもうだから大阪中でえらいことになって、やっぱりそういうのってあのこれからもあると思うんですよね、はい、だからどれだけ良くてもやっぱりこうあかんなと思って、まあ自社製品をやってるんですけど、みんなで考えて作って、ずっと作ってやってたんですよ。でところがまるっきり売れなくて、もう毎年ゼロ更新だったんですよ。それで5年前にちょっとこうやり方変えて、こう自分たちでその好きなことであったり、そのコミュニティを持ってる、まあ、要はそのスマホがそのどんどんその SNS とか人と人とこうつなげるツールになってきたんですよね、はいはい、だからその昔のなんか友達とかもつながったりとか、うん、あの新しいコミュニティが形成されたりとかしてたんですよね。でやっぱりそういうところにその発信しようっていう、でまあベースになるのは僕らのそのものづくりの知識とかそういったものですし、加工屋がこういうことをやりますっていうことで、まあ自分らの好きなことをベースに、好きなことが趣味とかね、だからなるほどなるほど、そんな食品サンプルやるとかって言われても会社でやるって何のこっちゃ分からへんじゃないですか、はい、あまあ、でもやってみたらとかって、だって分かんないですから、その自分も知らないですし、これはやっぱ懐が深いですね。いやいや、もう未来が全然何も分からないですから。で僕はだからアクリル運動部でやったのは、もう一度やっぱスポーツ関係の仕事をしたかったんでね、でスポーツに絡むそのグッズだとかっていうのをやり始めた。だからお祭り時の子はあの僕うちジェシーの格好やなんですけど、あのうちわとか、ああ、はい、あのハッピーとか、ね、タスキとか、ね、チョーチ、あとタオル、全然かけないですけど、関係ないとか、ね、全然かけないですけど、うん、まあそれでちゃんとお客さんを掴んで、なるほど、だから今までそのアクリル加工の競泳科学っていうところからあのこう一本インターネットの軸ができて、あとは枝を作ってる状態ですか。あ、なるほどね。その枝で、あのちょっと、まあ、まあ最後になりますけども、はい、これからまあ市民スポーツに向けてのこの事業を新しく展開されるということで、はい、まあ、新しいステップをね、でそれを最後ちょっと、まあ、はい、社長の夢をね、もともとガンバ大阪でね、サッカーのコーチやってはった、はい、まあ、スポーツ好きのね、社長の、はい、夢を最後する形。私はね、あの、はい、八尾市でずっと生まれて、ね、育ちも八尾市ですし、でこうやってあの八尾市で66年もやらしてもらってるあの会社を経営させてもらってるんですけど、はい、なんかあのここら辺でその八尾市にこう寄与するような、はい、地域の活動をちゃんとやっていきたいなと思って、でそうやってそのこう地域に愛されるような会社でこう、あの長らく続けさせていただけたら、次の代に移ってもね、その次の代に移ってもやっぱり同じようにこう地域と一緒になってやっていくっていうのができるんじゃないかなと。ほんで、まあ、アクリル運動部をやりながら、はい、その
八尾市をこうスポーツタウンにできへんかな。おお、なるほど、いいですね、八尾市をスポーツタウンに。で、八尾市ってこう主だってこうこれがっていうのはそんなないんですよ。あのスポーツ、スポーツのジャンルとして。なるほどね。そういったら東大阪やったらラグビーっていうのが本当あるんですけど、ね、八尾市ってそういうところがないないからこそそれでその地域を盛り上げられへんかなと。で、まあ、子どもたちの育成をこう担えるようなところまで持っていけて、はい、で、まあ、よそからね、八尾市に住みたいと、八尾市に行ったらこういうことができるんじゃないかなっていうふうに、はい、なんか魅力をね、八尾市の市役所さんがやっているのとはこうまた別に八尾市の魅力を民間団体で、そうです、スポーツタウンに向けてやることによってできるんじゃないかなって。やっぱりそのね、国とか市とか、まあ昔のね、その国とかやったら、はい、やっぱりその石高とかなんですけど、うんうんうん、やっぱ人がいてないと産業ってこう動かないですし、そうそうですね、で商業施設もやっぱりどん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 こう疲弊していきますし、はい、人口が今26万人でこう増えもせず、うん、横ばいですよね。なんですよね。で子どもさんの数が今小学生で1万3000人なんですよ ね、 なるほどね。だからやっぱりその僕らの年代が一番多いんですよ、言うたらベビーブーム世代なんで、うん、だからもっと若年層の方が来てもらえるような、なんか手助けをできへんかなっていう。なるほど。なんかあそこ行ったら子供スポーツいろいろ関われるんちゃうかなみたいな風にできたらいいじゃないかなと思って。それいい夢ですね、はい。それ具体的にはいつされるんですか。11月、昨年の11月の1日に一般社団法人 の、 アクリル運動部、はい、スポーツクラブっていうのを立ち上げまして、はい、で、まあ、私どもがその運営はするんですけど、まあ、コーチとか箱はまだ持ってないので、プロチームをこう呼んできてですね、プロチームとかトップアスリートを呼んできて実際にその指導してもらう。でそれを八尾市の市民の方にも提供していくっていうのをこの3月の5日今年ですか、はい、いよいよウィンの体育館で、はい、ママさんバスケっていうのをやろうと思って、午前中ですけど、ね、3月の5日、はい、何時ですか。10時から11時半ですね、はい、10時から11時半、はい、八尾市総合体育館ウィングのサブアリーナで始めますんで。これは入場はいくらですか。いや、その時は体験というか、まあ、貢献落としみたいな感じなので、無料で今お声かけをする準備をさせていただいています。私ども取材に参ります。ありがとうございます、はい、そうですか、まあ、そういったこれから新しい取り組み、66年されている共栄、化学工業株式会社の、社会貢献事業として八尾市を市民の、八尾市をスポーツタウンにするという新しいね夢を、はい、いらっしゃる社長をお持ちですので、はい、東大阪新聞社としても、広報としてねバックアップさせてもらいたいと思います。ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも。